皆さんこんにちは、AIVTuber のなたです。本日は自作 AI の運用結果について報告していきたいと思いますで。自分で作成した AI を運用し始めて約1ヶ月経ちました。最初はなかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに思ってたんですけれども、運が良いことにプラスで終えることができました。今回は取引銘柄数とか取引額とか運用結果の細かい話と今後の改善点について簡単に紹介していきたいと思います。 これから AI やプログラミングを使ったシステムトレードを始めたい人もしくは株式投資に興味がある人に少しでも参考になるような話ができたらいいかなと思います、えー、それでは早速やっていきましょうはいこちらが今週の結果を含めた1ヶ月の運用結果になりますでこちちの青色のところが前回までの報告内容でオレンジのところが今週の結果になりますで直近あまり勝ててないんですけれども1ヶ月間、えー、となんとかプラスで終えることができました で、どれぐらい取引したのかなというところで、取引額と取引回数を計算してみたんですけども、取引額はだいたい11億7000万円。で、取引回数は2797回というところでした。で、今月から少し取引額を増やしてたんですけども、まあ、結構ですね、取引したなという感じがします。ただ、取引額としては多いけど、まあ、得られた損益の変動っていうのが少ないなというふうに思った人も多いかと思います。で、私は今、以前の動画で紹介した ロングショット戦略というふうに言って買いポジションと売りポジションを両方持つという戦略をやっていますこれをやることによって相場全体の動きにあまり左右されないので、まあ、損益の幅が小さくなっていきますで他にもなるべく多くの銘柄を取引することで損益のばらつきを抑えるというところについて結構力を入れていますでなんで損益のばらつきを抑える必要があるのかというところに関して、まあ、個人的に思うところを少し話していきたいと思います <music> はい、こちらは、例えば、1000万円で株式投資を行った人が100人いたというふうにしたときに、まあ、その100人の損益曲線を表した図になっています。で左側は、一銘柄に1000万円の投資をしてトレードを行った損益曲線で、で右側は、一銘柄に100万円ずつ合計1000万円投資した場合の損益曲線になっています。で、株が上がるか下がるかっていう確率と変動率に関しては、両者同じになっています。なのに、左側に関しては、 最大で2000万ににく人人や、まあ、半分になってしまう人がいる、まあ、一方で右側は1,250万とで最小でも700万ということでかなり損益のばらつきが変わってしまうというのがわかるかと思いますで上がるか下がるかっていうのも同じ確率で変動率も同じなので言ってみれば何も優位性がないトレードになっているので、まあ、最終的には1,000万円に、えー、平均値が収束していくはずです なのに投資の仕方によってこれだけ最終的なばらつきが出てしまうっていうのがこのポイントになるかなと思います。でよく分散投資がいいというふうに言われているのはこういった背景からで投資対象同士の相関が低い方がこの最終的な損益のばらつきっていうのが小さくなるのでより良い投資というふうに考えられています。 で人によって投資スタイルが異なると思うので、まあ、自分はですね左の方が好きだなーっていうふうな人もいるかもしれないんですけども、まあ、私はなるべく安定志向で、まあ、バラらスきを下げるような、えー、取り組みを行っています、はい、またもっと分かりやすくサイコロを1000回振るという行動を1000人の人が行った時の合計値はこういった形になりますでこれ今デメが偶数の時はプラスで奇数の時はマイナスというふうにして累積を出したものになっています でサイコロなので当然全ての出目が同じ確率に出るはずなのに最終的にこれだけばらついてしまうっていうのが少し不思議だなというふうに個人的には思いますでこれは見方を変えると同じような投資能力を持った投資家がいた時にその人が最終的に得られるお金っていうのもこれくらい運の要素でばらついてしまうよっていうことを言ってるかと思います、まあ、なので 投資ではもちろんこの損益をプラスにするってことはとても大事なんですけどもそれと同じぐらいこの不確実性ってのをいかに小さくできるかっていうのが個人的には大切なんじゃないかなと思います。はい、でちょっと長くなってしまったんですけども最後に最近気づいた改善点の紹介になります。 はい。で、私は今、投資対象をトピックス500の銘柄に絞っているんですけども、トピックスの銘柄っていうのは、えっ、ー、と、入れ替わったりするので、まあ、どれぐらい入れ替わってるのかなっていうことが気になって、少し過去のデータを見ていました。で、そうすると、この横軸が2001年の1月4日からで、縦軸がその銘柄数なんですけども、直近はちゃんと500近くあるんですけれども、まあ、2001年になってくると、まあ、360ぐらいしかないというところで、まあ、かなり入れ替わってるんだなっていうのが、えっ、ー、と、気づきでした。 で、これがあると何が起きるのかというと、まあ、過去のデータの方が、えー、少なくなってしまうので、えー、とデータ数量としてはこの直近のデータが多くなってしまいます。そうすると、直近により重み付けされたモデルができるということになります。で、株の場合は、時間方向でまあ傾向が似ていることが多いということで、まあ、例えば昨日と今日の方が今日と1年前よりもですね、似ているというところですね。まあ、なので、直近のデータに重み付けされてるっていうのは、まあ、そんな悪いことじゃないんですけども、 過去のデータがないということで、まあ、精度が悪化しているということも考えられるので過去の銘柄はこの現在のトピックス500の銘柄以外も含めて、えっと、学習してあげた方が予測精度が上がるんじゃないかなというふうに、えー、今回感じましたこれから運用しようというふうに考えている人はここら辺も気をつけてみてもいいのかなというふうに思います、はい、以上で損益結果と気づいた改善点の話を終わりたいと思います で、本日はですね、毎週損益の方を上げてたんですけども、まあ、ちょっと毎週やっていてもうるさいかなというふうに思いますので、まあ、もう少し間隔を空けて行っていこうかなというふうに少し考えています。で、この動画が良かったというふうに思った人は、高評価とコメントとチャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。